코스프레 할 거라 민나 살 건데 믿으래. 맞아, 덕분다. 뭐 그래 이까지 들고세.
ごい顔張ってるけどいいの？カツラ！おお！あー！どうしますかこれ？ひなちゃんが感染しました。こちらです。崎道がトンマのトップになったみたいやろ。本当だ。だけど崎道くんはここまで。じゃねー。そうじゃん。あマイキーくんのカツラがこちら。はい、できます。なんか似てる気がする。マイキー君どうぞ。東京幹事会初代総長佐野万次郎だ。こん中にパンを立ちやられているのに迷惑だって思ってるやついる？パンを立ちやられてんのにひよってるやついる？いねえよな。メビウス潰すぞ。ちょっとビンタするシーン間違ってるよ。ここはないよ。あ、ごめんなさい。そして最後に私が変身するのはマイキーくんの妹のエマちゃんが大好きなドロケン。え待って、私ドロケンやんの？そうです。はい。エマちゃんだと思ってた。こちらにドラケン大将を用意しました。マジかー。ドラケン、私がドラケン。マジか。ひなちゃんってあんまり可愛いの気がする。でしょ、でしょ。なんでマイキー私のこのこれ着てるの？マジか。次はいよいよカツラです。ドラケンのカツラとどうやってやるのね？これがドラケンくんのカツラです。え、これさ、この上の部分しかないじゃん。これどうやってつけるの？そんなあなたにこれを用意しました。なんで？ハゲヅラ。ハゲヅラ。まずはハゲヅラ装着。ウィータッチ。事件が発生しました。ハゲヅラが来てました。避けた。しょうがないからこのまま乗っけてみたら。とりあえずそのままつけてみたぜ。ゆがたかっこいいじゃん。この毛が伸びてきちゃったことにすればいいんじゃないの？ナイスアイデア。でもなんかそのね、本当はこっち側にこれをつけるはずだったのに。最後はこれで完成だ。ピーヤッコー。あー、ごめんなんで落とすのよ。あれ、ちょっと貸してそれも壊したの。ピアスも壊れたの。ということでドラケンはこれで完成。
ジケン、通称ドラケン。ねえねえケンジン。あ、そのあだ名で呼ぶんじゃねえよマイキー。ポイキックの瞬間